しかつメリークリスマス。みなさんこんばんは、今回は推し活5周年企画として、クリスマス特別編をお送りします。今年2017年推し活視聴者プレゼントで反響が大きかった推し活サポーターズ様からクリスマスプレゼントをいただきに回ろうかと思いまして、はい、サンタに返信しています。ちなみに今年推し活って何件回ったの？スタッフの調べによりますと、はい、2017年の推し活は42件を推し活したそうです。すごい、結構頑張ってるね。はい、結構回ってますね、うん、はい、あのね、私の初登場がジャンボステーキハンズさんだったんだけど、今回もステーキのプレゼントがあるか楽しみだな。楽しみですね。今回も先週に引き続き番組スポンサーのネッチトヨタ沖縄サタン店様にお邪魔しています。サポーター様への移動に車を借りようかと思って今回来ています。それで前回もネッチトヨタ沖縄サタン店だったんだ。そうなんです。それでは行ってきます。愛を乗せて島を走ろう、ラブネッツ沖縄、ネッツトヨタ沖縄。ステーキ食べよハンズ、ジャンボステーキください。焼き加減は俺ミディアム、俺は私手加減なし。手加減なしのうまさとデカさ。いいねこれ、うん、2人で料理できるからね、うん、そうだね。しかもさ、2ヶ月無料っていうだからね、やばくない？え、うるさいな。そうそう、だからさ、県外で働くなら仕事ありますプラザ。せーの、おきかつ。おきかつのマリコです。リーコです。ネッツトヨタ沖縄車探店のダイラです。今日はよろしくお願いします。お願いします。今回はですね、クリスマス特別編としてサポーターズの皆様からプレゼントをいただきに回ろうかと思いまして、今回ネッツトヨタ沖縄茶炭店様の方で車をお借りできないかなと思いまして、はい、今回特別にご用意しておりますので。あー、やったー、ありがとう、嬉しい。それではご案内いたします。こちらにどうぞ。はい、行ってきます。今回ご用意したお車はアクアです。あー、綺麗、色がすごい綺麗ですね。綺麗な色、形もかっこいいですね。ほんと、うん、行ってきます。さあ、それではクプルさんに行ってみたいと思います。はい、行ってきます。お忙しい中すみません。はい、今回はですね、今年の推し活プレゼントの中から反響が大きかったサポーター様から何か今年のクリスマスプレゼントをいただけないかなと思って訪問させていただいたんですけれども。はい、用意してます。なんだろう、楽しみだな。はい、こちらですね、前回紹介していただいた沢富士レモン5個入りを3名様。美味しそう。はい、3名様に皆さん、はい、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらこそ。あのですね、お礼と言っては何なんですが、はい、クプルさんが何か告知があればどうぞお願いいたします。はい、本年度は、31日まで営業してます。ケーキも多数と、あとお歳暮ギフトも多数揃えてますので、皆さんぜひ足を運んでください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、お待ちしております。31日まで空いてるんですね。はい、すごい、なかなかないですよね。ではお歳暮にギフトでお待ちしてます。お待ちしてます。はい、おきかつのマリコです。リーコです。ホルモン屋の店のナルドです。よろしくお願いします。はい、何かクリスマスプレゼントいただけないかなと思って訪問させていただいたんですけども。あ、そうなんですか。じゃあ、今回はちょっと大盤振る舞いでちょっと、プレゼントの方用意してますんで、はい、よろしくお願いします。で、こちらの方なんですけども、はい、お肉とホルモン の、はい、セット3点盛りの方なんですけども、その約1皿1000円相当のやつなんですけど、同伴者の方も一緒にプレゼントの形になるんで。結構同伴者の方無料ですか？はい、そうですね。すごい、はい、じゃあですよ、はい、10人来たら10人に1皿ずつお肉があるってことですか？はい、そうです。聞きましたか皆さん？
か告知があればぜひよろしくお願いいたします。今年の12月、予防新年会プランということで、今年3種の準備しています、満点セット、あとご褒美セットで、あと七福セットということで3点あるんで、予約の方よろしくお願いします。新春なんですけども、新春運試しキャンペーンということで、総額10万円相当の、こちらの方キャンペーンの方を行いますので、応募方法としては、来店されたお客様に抽選の券の方を配りますの で2月の、5日に、こちらの方が抽選発表になりますので、ちょっと商品の方はちょっと秘密で、ちょっと大きい商品が、何があるか、何があったか楽しみですね、よろしくお願いいたします。北津のまりこです。りえこです。私、アイウェディングエースのひげと申します。山田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、今年のおきかつプレゼントの中から反響の良かったサポーター様から何かクリスマスプレゼントをいただけないかなと思って訪問させていただいたんですけれども、何かプレゼントってありますか？はい、わかりました。今回は、アートダイニング八重瀬レストランですね、こちらの、ディナーチケットを5名様にプレゼントしたいと思います。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございましたよ。お礼といってはなんですけども、何か告知があればどうぞカメラに向かってお願いいたします。はい、アイウェディング八重瀬ですね、1周年記念キャンペーンとしてですね、2018年の1月10日から8月31日まで100名様以上のご披露宴検討の方に、結納プラン、チャペル挙式プラン、貸し衣装プラン、この3つの中から1つプレゼントしております。ご披露宴検討の方、ぜひご相談ください。すっごい豪華な内容ですね。どうですか皆さん、8月までのウェディング予定の方、はい、ご応募ください。来てよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございまし た, ました。じゃあそれでは次のサポーターさんのところに行ってきたいと思います。行ってきます。行ってらっしゃ い, いらっしゃい。メッシュサポートはおひかつを応援しています。せーの、おひかつ。愛を乗せて島を走ろう、ラブネッツ沖縄、ネッツトヨタ沖縄。ステーキ食べよハンズ、ジャンボステーキください。焼き加減は俺ミディアム、俺は私手加減なし、ルダー入ります。手加減なしのうまさとデカさ。おきかつのまりこです。りえこです。金太郎の関浜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年のおきかつプレゼントの中で反響が良かったサポーターズ様から、はい、何かクリスマスプレゼントをいただけないかなと思って訪問させていただいたんですけれども、はい、そうなんですか、はい、ありがとうございます、まあ、クリスマスということで、はい、思い切ってお蕎麦無料券を5名様に。5名様に。これセットとかも OK なんですか？はい、もうメニューの中でサワーがあるのでしたら何でもいい、はい、何でもお好きなメニューを。金太郎さんから何か告知がありましたら、はい、カメラに向かってどうぞ。沖縄そば金太郎は、大晦日まで通常通り営業してますので、たくさんのお客様がご来店してくれることを願って頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ皆さん大晦日こちらの金太郎さんへ来てください。営業時間何時までですか？31日31日も通常通り、一応6時までの営業で、通常通り6時までの営業です、はい、おきかつのまりこです。りえこです。はい、くもじ本店の赤目と言います。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、何かクリスマスプレゼントをいただけないかなと思って訪問させていただいたんですけれども、はい、もちろん用意してます。今回はですね、ハンズの特別優待券の方をペアで5組用意してますんで。ペアで5組、はい、これはランチ、ディナー、どこに来てもいいってことですか？もう全然大丈夫ですよ。すごい、はい、すごい、ありがとうございます、はい、何か視聴者の皆様に告知がありましたら、はい、どうぞ赤嶺店長。毎年、年末年始のオードブルの方をやってますんで、はい、まあ、5000のオードブルとパーティーセットの方をやってますんで、はい、まあ、いろいろ内容も充実しているので、ぜひ、視聴者の皆さん、注文していただけたらなと思ってます。どんな感じの内容になってるんですか？まあ、オードブルのは
メインはやっぱステーキの方がもちろん入ってまして、はい、まあいろいろ和洋折衷いろいろ入ってますね、うん、であとパーティーセットの方は、はい、チキンレグの方が5本と、はい、まあ1キロのスペアリブの方も入ってますんで、はい、美味しそう、ボリュームもあってとても美味しいと思います。ぜひ皆様ご注文お待ちしております。はい、よろしくお願いします。車ありがとうございました。実際に乗ってみてどうでしたか？でも乗り心地がすごい良かったです。クリスマスプレゼントということで、うん、ネッツトヨタ沖縄からクリスマスプレゼントを用意しています。あ、なんだろう、こちらのミニカーに住みます。かわいい、これなんか机とかに置きたいですよ ね、めっちゃかわいい。これを何名様に？こちらのミニカーを4名様に。4名様、ありがとうございます。プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。そしてまだまだプレゼントがあります。こちらをご覧ください。どうぞ。ネイルサロンポッケからこちらのキューティクルオイルとマニキュアのセットとネイルチケット3000円分をセットにして2名様にプレゼントいたします。成人式に向けて12月いっぱいにご予約いただいた方は早期割引もご用意してますので、お気軽にお問い合わせください。とララプリモからはプリモキッチン系列で使える500円お食事券を5名様にプレゼントいたします。ララプリモ合わせ店と中城店ではグリルと鉄板焼きの方がお安くなっております。また平日のお昼はクロワッサンが食べ放題でありますので、よろしければお昼にどうぞ。クリスマスプレゼントの応募はこちらまでお願いします。リエコ氏何が欲しい？これとこれも欲しい、これも、うん、もう全部欲しいな。全部、はい、めっちゃ欲張り。今回で2017年の放送が最後になります。今年1年お世話になりました。やいお年を。この番組はご覧のスポンサーの提供とおきかつサポーターズの皆さんでお送りしました。おっさん、おっさん、リストラ、リストラ、元気出せ。はい、ありがとう。リストラって何の動物か？よねえ、リストラ。再就職も求人誌はルーキー。ボビーノ、ブラジル、シュラスコ、シャタンハンビーでシュラスコビュッフェ食べ放題。ボビーノス。